皆さんこんにちは、夏子、ナナ、リサ、ナオカ、ジュカ、私たちがチーズライでーす。はい、ということで今日の企画はカレーうどん、どれだけ飛ばさずに早食いできるか選手権。イエーイ。負けた人はですね、1週間カレーうどん生活でーす。うわー、これさ、結果的には、うん、早く食べた人が勝ったわけじゃなくて、誰が一番汚かったかでいくと、あのトータルの点数で、あ、遅くてもダメだし、ダメっていう感じ。え、ここら辺はありですかね。そうね、とりあえず終わりだけど。それでは行きましょう。せーの、レッツメイキャンパーティー。はい、じゃあお湯入れまーす。火薬入れてるんで、先に全部当てちゃった。それでは開封しまーす。あってー、カレーうどんだ。カレーうどんだ。みんなの手を押して、せーの、いただきまーす。スタート。え、これさ、あ、はい、ただ意外に飛ばんくない？うん。なんか割り。猫舌じゃなくても熱いもん。うん。早っ。縮れてるやつ。どう？終わり。はい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 。みんなの判定にしよう。一回も飛ばしてないよ。自分的に何個締めあるか数えよう。え、ゼロ。え、マジ？1、2、3、4、1つだけ。え、なんで？え、ないしに。え、いさもない。え、1、2、3。はい、ということで、なおか決定。私、はい、ということで、なおかにはね、1週間カレーうどん生活をしてもらいます。してもらいます。皆さん毎日ね、ちゃんとナオカがカレーうどん食べてるかをね、チェックしましょう。なんかさ、基本的に罰ゲームって全部私が勝負の弱いんじゃない？弱いね。そう、弱いと弱い。私は強くなるわ。分かった。自分もそれか。カレーうどん自体はね、すごい美味しかった。美味しかった。ね、ナツコたち飲み込んでたから味わかんないと思う。マジわかんない。なんか胃に入った感じないもん。暑かった。でも暑かった。違和感。めっちゃ鼻水。精度的にはナツが1位の。なおか2位。なおか2位かな。私とななちゃん同率の、りさちゃんビリか。じゃあ、あいさにもじゃあ1週間やってもらおう。ちょっと待ってすぎ、止まってすぎ。ビリから、ビリから。一番綺麗に食べたくない。やっぱり皆さんにね、初めましてでね、結構知ってもらうために、なおかとりさちゃんには、1週間、カレーうどん、生活、イェーイ。一緒にじゃあ、美味しいカレーうどん食べて。そう。はい、この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。
G-Sly, brand new single, Marvelous, now on sale.